どうした？苦労じゃったな。悪くない動きだったぞい。登場以外はあのままだったら孫悟空もピッコロもラディッツに倒されていたじゃろう。こういう風に歴史に異常が発生した時はお前さんたちが出動するというわけじゃ。今回はうまくいったが、この先の歴史にはさらなる激闘が待っておる。もっともっと修行して強くならねば歴史の修正はままならんぞ。ま、この宇宙で一番偉い神様である海王神が直々に教育係をやってやったるんじゃ。わしの言うことを素直に聞いていればおいおい実力をついてきて。はいはい、話が長いわよおじいちゃん。あのなあ、時の海王神、千歳ちょっとしか離れとらんのにおじいちゃんはないじゃろ。
何言ってるのよ。誰がどこからどう見てもおじいちゃんじゃない。こんなにプリティな私と一緒にするなんてどうかしてるわよ。くー、何がプリティじゃ、まったく口のへなんやつじゃの。とわしらの話はこれくらいにして、あとはこの世界についてちゃんと教えておかんとの。そうね、あなたもおじいちゃんの長話に付き合わされて退屈してきたところでしょ。私が案内してあげるわ。こっちよ、ついてらっしゃい。あ、こら、また勝手に話を進めおって。Thank you.